ドルニエド19飛行中のドルニエド 19V1、ドルニエド19は、第二次世界大戦時に、ドイツの航空機メーカーのドルニエ社で開発された4発、銃爆撃機である。1936年10月28日に、試作機初号機が初飛行を行ったが、1938年に、輸送機に改装され、他の2機は廃棄された。ドイツ空軍は有効な銃爆撃機戦隊を、 保有していなかった。ドイツ空軍の初代参謀部長のバルター・ベイファー、中将はドイツが長距離戦略爆撃機戦隊を保有することの強固な提唱者であり、これがベイファー将軍下でのウラル爆撃機計画の推進となった。ドイツ航空省の技術局は4発エンジンの重爆撃機の要求仕様を発行した。しかし1936年6月にベイファーが 航空機事故で死亡すると、ベファーの後任のアルベルト・ケッセルリンクは、戦術爆撃機に専念するために、長距離爆撃機計画を破棄した。ドルニエとユンカースの両者は、この契約で競合し、1935年遅くに、各々3機の試作機の発注を受けた。ドルニエ社の設計は、ド19の番号を与えられ、ユンカース社の試作機は1 8 1 9となった。 ドルニエド19は、ほぼ全金属性構造で、肩持ち式中翼配置の主翼と長方形断面の胴体を持ち、尾翼は、同時期の英国のアームストロングホイットワース、ホイットレイ中型爆撃機に酷示した支柱付けの、総垂直尾翼と方向打が水平尾翼の上面に取り付けられていた。膠着装置は、 オリ輪式の引き込み式で、エンジンはいくつかの文献によると4機のブラも 322H-2 性型エンジンを主翼前縁のナセル内に装着することが予定されていた。ド19の搭乗員は操縦士、副操縦士、広報士、爆撃手、通信1重種5名の計10名であった。試作機の V1 号は、 ベーファー中将が航空機事故で死亡した後の1936年10月28日に初飛行を行ったが、銃爆撃機計画は勢いを失い復活することはなかった。ドイツ空軍が英国の空に手ひどい一撃を加えた時に銃爆撃機を保有していない失策が露呈した。しかし、その時には望まれるような爆撃機を今日明日に開発するには遅すぎた。 ベーファーの後任のアルベルト・ケッセルリンクはドイツが要求するものはより多くの戦闘機と戦術爆撃機であると信じていたため V2 号と V3 号試作機は破棄され V1 号は1938年に輸送機に改装されたドルニエド19は試作段階までしか進まなかったが有用な長距離爆撃機となりうる設計の機体であった ドルニエド 19V1 ユンカース1八8 9ありがとうございます。